ミカプロダクション。私は今猛烈に憤慨しております。くそ、なぜかというとティロパズルをやっていたらなんとゴッドフェスが昨日からやってたんです。声を大にしていたい。なんでもっと早く教えてくれなかったんだ。なんであんな何にしえの発信かなんかやらせたんだ。もうクソもんしか出んかったよ。ザコしか。なんでもっと早く教えてくれなかったんだ。なので今回は寝起きではありますが、もうすぐやりたいと思って、もうゴッドフェスって見た日からずっと全スタミナを魔法石ダメに費やしました。そしてゴッドフェス昼の3時までに頑張って間に合うようにと今まで貯めてきて、ようやく今0から7になりました。今までこうやってあんま使わないときは貯めといてよかったですね。はい、ということで10個全部入れました。まあ1個は残してる、まあちょうどね区切りがいいところで10個、これでまた前回と同じ条件10個で私の狙っている今回なんかゴッドフェスランキングということでアンケートで第2位に入りました。ホルスを必ずゲットしたいと思います。まず儀式からね、今回の儀式はちょっとねグレードアップさせてみましたんで、はい、舞をちょっと入れてみました。はい、というわけでお祈りをささげました。これだけ神に願えば神もなんかちょっとは感じてくれるとは思います。ちょっとヤクルトを使うことを忘れてたけど、まあこのヤクルトを祝い酒としてですね、いやまず飲みたいと思います。幸運のヤクルトですからね。神が捧げたこの大腸菌を、大腸菌じゃない、神が捧げたこの乳酸菌、早速胃腸に流し込みたいと思います。よっしゃ、決まった。来ましたな。私もついにホルスを出す時が。前半後半、前の辺後の辺、ミッカー前の辺後の辺、ゴッドベース第1位前の辺参ります。これだけお祈りしたんだ、もう後でごちゃごちゃなんて言わないぞ。
男は黙って一発勝負。参りました。ゴッドメイ。参ります。熱意を感じてくれ。いける。よし、行きます。待てよ、いいや、こういうの行くぜ。待てよ、ねえ、なんで？なんでだよ、ねえ、待てよ、なんで？私は少し神に頼りすぎていたのかもしれない。そんな神様って、じゃあ神様何人いたら足りるんだよって話になるよね。もう僕は神になんか頼りません。自分の力、自分のここで当てに行こうと思います。もうリラックスして、もう力を抜いて、ありのままの自分をさらけ出そうと思います。皆さん、もう僕みたいな被害に遭わないでください。あまり期待を込めすぎて、悲しみを増大させないでください。すまん。ありのままの自分でいいんです。ありのままの。このゴッドフェスに出していきましょう。これから始めるのまだ遅くない。もう今の僕の気持ちはだいぶスッキリしてますね。だいぶ晴れやかな気持ちだ。何が来ても恐れない。どんな結果が待っていようとも恐れない。そんな心今の僕にはあると思う。こんな結果になってしまいましたが、あと1回こうの変があります。皆さん、これが前に転ぼうが後ろに転ぼうが私の手で決めさせてください。あれ、神様すいません、あなたに頼りすぎたようです。私の手で決めさせてください。すいません。行きますよ。回ります。星じゃない石をゼロ個になりました。ラス1画面。金のドラゴン。見るのこれが最後です。
だが一言あなたに言わせてください。今まで感動ありがとう。かけがえのない友よ。すいません、これは感動の涙じゃ、決して悔しい涙なんかじゃございません。参ります。ありがとうございます。はっと、いやあなたはこんなにも私に期待をさせたいのですか。すいません、今穏やかな心なのであまり期待はしていません。だが少しでも少しでもいい学科が出ればいいようにと心から願っています。すいません、喋りすぎました。行きます。私はよっぽどついてないようだ。まあ、こんな時もあるだろう。すいません、今日はこの辺で。See you next time. Mika Production.